演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちな、チャンネル登録よろしくお願いします。ちな、おいしいフルーツ青汁3種類を飲み比べてみたいと思います。あ、これはビフィズス菌入り乳酸菌青汁か。でも同じメーカーだから比べちゃっていいですよねって、本来比べるものじゃないですよね。まあそもそもこの青汁は、まあ、一つずつ中身を見ていきましょう。はい、まあこれはこれです。まずこれがフルーツ青汁ですね。これがなんかチアシード16種の雑穀を入れたバナナ風味の青汁で、これが最後で開けるのが乳酸菌青汁です。はい、これらを一つずつ作って飲み比べていきますね。でもちょっと毎日使ってたシェーカーが今個人的な事情で使えなくて、今家にないんですよね。なのでもうちょっと近くにあったこれでちょっと代用しようかと思う。なんでこんなものあるんだろうね、突っ込まれそうですけど。では青汁を一つずつやっていきますね。パッケージで区別がつくように、多分これはこれ1日1本と書かれてあって、本来の一気に3つも4つも飲むものじゃないのさ、本来飲み比べなので飲んでいきますね。まあなんで飲み比べる必要があるんだって気もしますが、まあせっかくなので味を比較したいというか。はい、まずはこういう風に入れて、お水、お水または牛乳とかでも、今回は味に差をつけないために全てお水でいきますね。少量100ミリリットルということなので、このぐらいかな。混ぜる、はい、うまく混ざりましたかな。では飲んでみます。まず基準の味がこれですね。それでもしっかりと果物の味を感じることができて美味しいです。これ本当に青汁なんですか。2本目のバナナ風味青汁です。これもいい感じで混ぜてますね。見た目はさっきとそんな変わらないんですけど、味はどうなんでしょう。では飲んでみます。バナナと書かれているだけあって甘さがしっかり感じられますね。さっきのフルーツとまた違ってこれがいい。はい、最後の乳酸菌青汁、これも見た目は変わらないですね。全部青汁ですから見た目は一緒なのでしょう。では飲んでみます。ビフィズス菌が入っている影響なのか、ちょっとヨーグルトのような味ですね。ヨーグルトに混ぜても美味しいかな。はい、で3種類飲み比べてみました。まず最初にこのフルーツ青汁は本当にフルーツの甘さが広がる青汁で、本当青汁とは思えないんですね。もしなんかちょっと変わってるんだけど、歴史はフルーツジュースだからねって言われて待って出されたら、もう飲んだし飲んでも気づかないと思います。なので青汁の苦いのが苦手っていう方にも本当にお勧めできますね。むしろそういう方にこそ飲んでほしいいただきたいです。果物が苦手という方はかもしれませんが、まあ、そんな方はそもそも買わないか。というわけで、まずこちらはこちらの点数とさせていただきます。そしてこの完熟バナナ風味は本当にバナナの味がしっかり感じられましたね。全体的には水で溶かしたんですけど、バナナオーレに近いようなそんな味わいです。で、なのでバナナオーレが好きな方にはぜひおすすめしたいですね。もちろんそうでない方にもおすすめできますよ。これで健康になれるのは嬉しいですね。はい、でこちらはこちらの点数とさせていただきます。で、このビフィズス菌乳酸菌はやっぱりビフィズス菌が入っているのが有名なのか、ちょっとヨーグルトのっぽい酸味がありましたね。なので他2つに比べてちょっと甘さは控えめで、酸っぱさがあるのでさっぱりしたいただけですね。なのでヨーグルトが好きな方にはぜひおすすめですね、案外この青汁牛乳みたいだけど飲むヨーグルトで溶かしてみてもいいかも。でもヨーグルト青汁の粉末だったらヨーグルトに混ぜる人もいるかで、何を言ってんだ自分は。話がずれてる。というわけで、ずれるはこれ以上ずれる前に先生採点しますね。こちらの点数とさせていただきます。はい、というわけで3種類の青汁飲み比べてみました。どれも良い意味で青汁らしくない甘さがあって非常に飲みやすかったです。なので先ほども言ったことの繰り返しになってしまいますが、青汁の苦味が苦手な方こそぜひ飲んでいただきたいですね。これで体にいいなら本当に良いことないと思います。
林間学校私を行くや、この集団どんな状況なんでしょうね。集団に置いてかれちゃったのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武天演。